上自衛隊の観艦式が11月5日伊勢湾海上で行われました。観閲式が伊勢湾で行われたのは戦前戦後を通じて初めてのこと。護衛艦高槻に乗り観閲する増田防衛庁長官、秋月を先頭に43隻の護衛艦が勢ぞろい、もやの立ち込めた海上を自衛艦主力のデモンストレーションです。ついで魚雷艇が日頃の訓練の成果を披露します。からは P2V 対戦哨戒機など20機が参加、海空一体のページェント。伊勢湾に繰り広げられた勇壮な艦隊のショーでした。